チャオ、マヒロです。今回やっていくゲームは人殺シティ、こちらのゲームをやっていこうと思います。題名すごいよね。ちょっとこれに惹かれちゃった内容は、治安の終わった架空の街人殺シティに住む主人公は快楽殺人鬼ということで、私は快楽殺人鬼らしいです。前回起こした事件は未解決のままうやむやになり始めている。新たな獲物を探す頃合いだということでね、早速やっていきましょうか。イラストもねいい感じだね。おーおお、すげえ。初めからお、どこに置いとけばいいか。ここぐらいか。ここは人殺して治安の悪い事件の数々がさらなる事件を呼び、もはや司法が崩壊した最低に治安の悪い町とはいえ、そんな町でも全員が全員犯罪者なわけもなく、各々自衛しながら日々を暮らしている。かくいう俺もその一人。少し違うのは人を殺すのに快楽を覚えてしまうことくらいかな。星少し違うっていうか、もうやばすぎるんだよな。それは暇だな。日も暮れて街は人工的な明かりに包まれ始めている。以前に起こした事件は新たな事件に押し流され、ほとんど話を聞かなくなってきた。てか、あの UI とかすごい凝ってるね。見やすいわ。つまりは頃合いというやつだ。よし、出かけるか。念のためのマスクを手早く耳に引っ掛けながら、俺は気分転換に街へと繰り出すことにした。主人公は男の人かな。どこに行こうかな。あっち、こっち、そっちあ、この選択肢のところでセーブは出てくれないのか。あっちにしてみようか。じゃあ、人のいない道を選んで歩いていると、前方に女が歩いているのが見えた。なるほど、女か。やはり体格差で何とでもなる女が一番いい。俺は夜道を無防備に歩いている女の後をつけることにした。ただの不審者だよね女の周りは他の路地に比べると明るいものの、不思議と人の気配が全くない。いつでも殺せそうだ。殺すの？あ、可愛いじゃん。あれ、誰かいる。ギャルだって。え、感づかれてしまった。気をつけていたのに。このギャルの子もこっち側の人間なんじゃないの。気づかれずに殺すのが一番いいが、女が相手なら抵抗されても殺せる自信があったため、人となりを軽く知ってからでも遅くないと思って返事をしてみることにした。俺は情で殺すのを躊躇するタイプではない。あ、はい、同じ道だっただけですけど。マジ？信じらんないな。警戒したような言葉とは裏腹に女は近づいてくる。ずっと私のこと見てたじゃん。足音も立てないようにしてたしさ。やべえぞこいついや、こっち側の人間だって。何？ナンパ？それとも私になんかひどいことしようとしてたりして。女をどうする？ちょ、ここでセーブしておこうかな。はい、戻る。あ、ここでセーブできたね殺すか殺さないか。すごいこれ。いや、凝ってるね。いや、まあ、とりあえず、多分この主人公は殺すことを目的としているから、ちょっと殺す方向性でいってみよう。俺は女の体を強く掴んで引きずり、力いっぱい壁へと押し付けた。女は驚いて抵抗する様子を見せたが、力も弱く話にならない。いとも簡単に窮地に立ってしまった女は、痛い、離して、と声を張り上げたが、なんだ、一発殴っただけでおとなしくなった。やだな。え、な、何？ガチなの？やば、思ったより怖い人だった。こんな頭の悪そうな女に自分で対処できると思われていたことが心外だ。腹が立つ。めちゃくちゃに殺してやろうか。いやいや、やばいやばい、主人公やばいよ。え、大丈夫？え、死んじゃった？
神様、神様、こんな軽薄そうな女でも神を信じたりするのか、少し意外だ。女はぼんやりとどこか遠くを見ている。こんなに危ない状況で抵抗の一つもしないのだろうか。恐怖で体が硬直するのとも様子が違って、気味が悪い。目がいっちゃってるもんな、ちょっと。神様、助けて。私は罪人には殺されたりしない。そうでしょ、神様。妙なことをのたまったかと思えば、突然何を思ったか、うつろだった目がグリーンとこちらを見据えた。なんだ?そうだ、産み直さない、産み直す。どういうこと?え?産み直しが必要、産み直さないと。汚れてる、お兄さんの魂汚れてる。やばいな、気持ち悪い。どっちもやばいよこれ。何を言っているのかわからないが、早く早く殺してしまいたい。俺は手に持っていたナイフを女の厚みのない腹に刺した。が殺した。あっけないものだった。もっと何かあると思ったが、女は血があふれ出る腹部を押さえてあっさりと崩れ落ちるだけだった。息も絶え絶えで、誰か呼ぶ元気はなさそうだ。俺は逃げるようにその場を後にした。これやってなかったらやられてたのかな。人を殺した後の心臓がドクドクと脈打つこの感覚、たまらない。これが好きで好きでどうしても止められない。いや、やばすぎるよな主人公。早く早く家に帰ろう。後日、あんなこともあったけど、こないだのことはやっぱりニュースにすらなってない。この町はあまりにも人殺しに向きすぎだよな。毎日殺人が起きているからか、ニュースだって音楽番組のランキングみたいな速度でしか事件を紹介していない。とりあえず紹介しきるのがノルマかのような雑さだ。はあ、今日はどうするかな。まあ、事件がありすぎて紹介しきれないんだろうね。この間の女は結構悪くなかった。ちゃんと恐怖に怯えて助けを求め、しかしながら無情にも力尽きていく。まさに様式美だ。可愛い女だとさらに高ぶるな。いやだ、怖いよ。いつものようにバカなことを考えているその時だった。あ、バカなことって自分で分かってんの。誰?インターホンの音が鳴った。ん?誰だ?まさか警察?向こうの誰かに聞こえないよう小声でささやきながら、スマホを片手にそーっと覗き穴を覗くと、背の高い和服の男性が立っていた。警察ではなさそうに見えるが、こんな夜に明らかに怪しすぎる。開けると開けないで選択肢が分かれてるな。いや、もう気になるから開けよう。はい。俺は不審に思ったが、興味が湧いて扉を開けることにした。誰ですか、こんな時間に。俺が困惑しているのをよそに、下駄を履いた謎の男は律儀に玄関で立ち止まり、ここでよろしいのでと頭を下げる。それほど常識があるなら他人の家に押し入るなと言いたい。隙を見て通報しよう。こんばんは、夜分遅くに失礼いたします。謎の和服の男。イラストはないのかな、見えないのかな。まずあなたには我々の教えの話をしましょう。宗教勧誘だ。勘弁してくれ、せっかくの休みなのに。神は全ての人の存在を肯定し歓迎される。全ての人の罪は洗い流しという儀式を通して償えるとされている。はあ、
特別重い罪が巫女様に目視されたものは巫女様に儀式で修行会に送っていただき修行をしてこの世に生まれて戻ってくることになる。これさっきの女の子が呼んでたやつじゃない、神様って言って、これを生み直しという言ってたよね。これね、生み直し早く終わらないかと話半分に聞いていたが、どこか聞き覚えのある単語だったような気がして自然と口から漏れた。そうそう、この子言ってた。そうだ、生み直さないと。え？生み直しが必要。生み直さないと。汚れてる。お兄さんの魂、汚れてる。そういえば、あの女も。お前、怖い怖い。我々の母なる巫女様に覚えがあるだろう？あの女の子巫女様だったの？え、いや、こいつらは全てを知っている。俺があの女を殺したことを。体中にぶわりと冷たい油汗が染み出た。こいつらは俺が巫女様とかいうやつを殺したのを知ってどうやってか突き止めてここまで来たんだ。そんなその辺の頭の弱いギャルだと思ってたのが実はやばいカルト宗教の大事な存在なんて思うわけないだろ。俺はこのまま殺されるのか。今更通報しても自分だって捕まるかもしれないと思うとスマホを持つ手から力が抜ける。これはこちらとしても賭けになるのだが、お前に残された選択肢は2つに1つだ。我々に殺されるか次の巫女様になるか選べ。は？巫女になるの？あ、どっちも選べるけど、殺すって、まあ、上から選択していこうか。殺すってはっきり言うんだな。お前たちの宗教では生み直しとか言うんじゃないのかよ。巫女様がいない世で誰に生み直してもらうと言うんだ。お前は死んだら今日の世界で一生意識がある中閉じ込められることになる。巫女様を殺しておいて修行会に行けると思うな。俺は殺してなんかない。無駄か。あー、じゃあ次の巫女様。俺が次の巫女様とか正気か。男が巫女様になるのはいささかでいいのかな、問題があるが、それ以上に何の力もない一般の人間が巫女様を殺したことに問題がある。俺が特別な力の持ち主だったから巫女様を殺せたことにして教義を守ろうとしてるのか。お前さえ協力的であれば一度教祖と面会をしてもらうことになる。もう決めてる。今殺されるくらいなら巫女様になると言っておいて後からでもどうにでも逃げられる。俺が巫女様になることを検討し教祖との面会を承諾する有無を男に伝えると、男は後日また来ると残して帰っていった。バカめ、本当に巫女様になんてなるわけないだろ。この俺が、この家はすぐに引っ越そう。面倒事はごめんだ。いやいや、絶対バレると思うよ。そうして俺はこの妙なカルト宗教からおさらばすることにした。というにはあまりに浅はかだった。これから一生かけた逃亡が始まったのかもしれない。これなら警察に捕まった方がマシだったとさえ思えるほどの。エンド1、風前の灯火。はい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 、なるほどね。マルチエンディングみたいだから、まあいろいろねエンディングがあるみたいなんで、じゃあ続きから、じゃあここで開けないにするとどうなるのか。いやいや、開けるわけないだろ。時間分かってますか？何の用か知らないですが、非常識ですよ。返事もないのか？気味が悪い。
進めれる、勝手に入ってくる。鍵が開いた。え？は？何？俺が困惑しているのをよそに、下駄を履いた謎の男は律儀に玄関で立ち止まり、ここでよろしいのでと頭を下げる。それほど常識があるなら他人の家の鍵を開けるなと言いたい。そもそもどうやって鍵を。寒気がしてきた。隙を見て通報しよう。これ一緒かな。多分一緒のような気がするな。ちょっと飛ばしてみようか。多分一緒っぽいね。だから女をどうする、ここで、殺さないを選んでみよう。バレちゃったか。ナンパしようとタイミング見てただけだよ。怖がらせてごめんね。